今はここかな、あ、千枚平、千枚平、まさにね、まさにこれ誰でも集める場所でいいですね。ね、すごい。これは子供が、子供が喜んでる。綺麗ですよね。すぐ裸足になれるからいいですね。快適ですか？快適です。わあ、これすごいな。これは楽しいですね。ここでキャニオニングが人気なのもよくわかりますね。こことかすごい、ね、今の調査があったので、すごい。光が入った時のコントラストがいいですね。ここも行けるんですかね。行けるっぽいか。ここもあれですね、キャニオニングの格好のものでしょうね。勇気あるものが行くんです。絶対怖いな、もう秋なのであんまり泳げないんですけど、大分は多分他は結構大きい岩がゴロゴロしてるとこが多いんですよね。 あんまりね、本州だと見ないんですよ。そう、こんな大きい岩を見たことない。なんか着想が湧きますね。泳いで人だらけしたなんかね、こう、まあ僕淀川テクニック最初そうだったんですけど、まずこう遊ぶというかテンション上がる、で自分たちが面白いかどうかみたいなのが結構大事なところで、うん、多分ね、こういうところで本当に遊ぶというかね、こうそう、なんかワクワクするのってすごい、ね、大事なんで、そこにちょっと愛着が湧いたり、少しこう、そう気持ちが上がる何かがあるとか、そうで、その場所しかないものみたいなのが、なんかいくとあって、でやっぱここはもらえないみたいな、この場所はいいなみたいな感じで、で行かないと分かんないみたいな、行くとなんか帰りがけに、なんか面白いこと思いついてたみたいな、そんな感じですよね。あとはこれ、川じゃないですか、川だけど、でも今の川と10秒前の川は違うじゃないですか。ここにあるものが動いてるわけだから、僕たちは川とか町とかコミュニティって言ってるけど、でもそれは同じ形をしてるようで結構動いてるものだから、そうですね、動いてるものとして捉えると割となんかこう未来が怖くならない気がするんですよね。人が減っていくとかって言うけど、でもまあそれは常に変わっていくことだから、今はその状態ですよね。そういうふうに、ね、ガチッと冷凍でガチガチのものが目の前にあるんじゃないか。そう、いや本当にそうですよ。常に動いてるものなんだなっていうのを、ここの空間で考えられるのは結構大事ですね。野生のもので、はい、天然野生のもので養殖は一切使っておりません、はい、それで長年ここ50年ねずっと、はい、お客様から支えていただいて、11月15日から狩猟期間なんですけどね、3月の15日まで、その間にもういい獅子ばっかりを冷凍保存、だからいつ来てもイノシシに対してはお客さんに
クレームが来るとか、うん、外れがあることはございません。お出汁はお味噌？あのね、味噌と、一応あの骨からのベースで、あの獅子の骨、獅子の骨から、はい、獅子肉食べ頃になりましたかね。うんうん、すんげーうまそうです。うん、ちょっと行きましょう。こんにゃくが、こんにゃくもすげえさっきから気になってる、ね、なんかね、おだしが、おだしが、だしがいいんだ、だしがめちゃくちゃいいですよ、これ。おだし、たまらない。あー、うめぇ。ないっすね、これ。どうも、番長、さかなかんへん。ちょっとごとの差し出と言います。よろしくお願いします。あ、はい、あの番長、さかなかん、館長します、助かっています。今日よろしくお願いします、楽しみに伺いました。ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、素晴らしい水槽。水槽というか、そうですね、これね。で、うちのお魚館自慢の水槽なんですけど、屋外生態水槽といって、はい、まあ、外にある水槽を建物の中から見てる感じですね。お、はいはいはい、あの左から右に向かってこう流れができるんですよね。で、それによってあのヤマメとかでしたら流れの先頭にいるほど、あのやっぱ餌にありつきやすいんで、やっぱ強いやつが、強いやつが前に、前にですね。あ、強いやつを探そう。これが一番で、あれですね。そうですね。うん、今この中で一番強いやつですよね。ね、強い。今目の前にいっぱい出るのがアユなんですけど、アユもあのちょうど今から産卵シーズン入るんで、でもう落ち合いの色になってるんですよ。でこれやっぱ釣りをする人にとってはもう憧れの魚。あ、これ赤目がいますね。チヌだ。赤目ですね。他の寄水器の水槽なんですけど、チヌで作品、これね、これです。これよく作るんですよ、この。作る。はい。作るんですけど、これの大きいやつを作る、あの漂流物で作ったりするんですけど。あ、そうなんですか。はい、こちら、この赤目はじゃあ盤上岩で取れたんですか。これは盤上岩の加工で、あの刺し網漁をしている方がいて。で、それでかかったんでもらったんですけど、これも憧れです。もう釣りするので、赤目と北海道の糸とかやっぱりすごい憧れですね。そうですね、日本三大海魚ですね。琵琶湖を出ますね。あと琵琶湖なんです。で、ちょっと光をね、当てるとあの目がちょっと赤く光るんですけど。そういうことか。わかりますかね、ルビー色に角度によって光るんですけど。光ってますね。これが赤目の由来です。やっぱその熱帯魚とかでしたら、あの自分たちはその現地に行って取りに行くこともできないし、あの図鑑でしか情報を得ることはできないじゃないですか。でもまあその盤上岩の生き物であれが自分たちが捕まえて生息場所がどんなところにいるかも分かるし、あのそうですね、お客さんとかをそういった場所に案内することもできる、うん、それはできるのがこの水族館 の、 あの強みかなと思いますね。ちょっと砂が溜まってますけど、まっすぐ、はい、この砂もね、川から運ばれてきた。そうです、あの、こんにちは。ここは好きな流域というわけですね。はい、このゆったりとしたこう浅い流れの中、うんうんうん、あの、沈下橋ってあの高さが低いじゃないですか。うんうん、本当あの、川との距離が近くて、ね、近いですよね。で、透明度もすごくいいんで。うん、でね、もうめちゃくちゃ綺麗ですね。こんなところやってくれ。わあ、すげえ。ああ、すげえ。うわ、すごい食べてる。ほんと、え、これが高早です。へえ。すごい。じゃあこれちょっと、せっかくなんでちょっと入れておきます。すごいたくさんいますね。ですね。まあ、ちょっと種類はあんま取れてないですけど、うん、エビがすごい取れてますね。すごいですね。そうでも簡単に取れますよ。取ったのは早いんだ。そうですね、この石の周りにいる虫たちを捕まえて、
あ、もういましたね。今ね、はい、結構ダイナミックな状況いました。あの、カワゲラって知ってますか？あ、なんか、名前は。水生昆虫。はい。あ、いる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 。これなんですけど、このカワゲラは、あの、綺麗な川に住む虫の代表なんですけど。素晴らしい。もうこれで、大人というか。いや、これ幼虫でして、あの、ここに羽になる部分が、あるんです。これがそうなんですけど。本当だ。はい。うん、で、これであの石の上に上がって、はい、あの、脱皮をして、成虫になります。うんうん、で、あの、ヘビトンボって言って、はい、子供たちに ある意味人気な昆虫がいるんですけど、それが捕まえられないかなと思ってますよね。あ、そうですか。モクズガニが取れました。はい、おお、さっきの脱出ちゃうかな。そうそうです、ね。まだあの子供なんでまだ。ああ。赤身の素材が高い。ああ、本当だ。いいね、これも綺麗な皮。そういうわけじゃないですよ。そういうわけじゃない。なんでこれ淀川にいたんですよ、モクズガニ。こちらこそまずとにかく楽しかったです。とにかく楽しいですね。本当にあの川っていうのと佐伯っていうテーマで柴田さんとご一緒できたので、うん、はい、すごいいいあの夏休みじゃないですけど、ね、いい思い出になってます。こちらこそありがとうございます。盤上川勝川さんと一緒にガサガサをやって深い身入れるたびに水生昆虫のすごい清流の指標のやつがいっぱいいたのを見て、これはすごいやっぱりいい川なんだなっていうのをなんか確かめられてよかったです、ね、で食材もそうだし、それから川の文化もちゃんと残ってるから、結構だから佐伯っていう場所は海とかって語られがちだって言ってますけど、全体としてやっぱりいい場所だな。そうですね、なんかね、すごいこうテンションが上がる、うん、テンションが上がるのってやっぱりこう作品をアイデア出す前のね、うんうん、なんか種まきみたいなもんで、うん、すごいね、こう自分の中でいい栄養が取れたなみたいな感じです、はい、美味しいものも食べたし、はい、ありがとうございます、ね、またぜひご一緒させてください、はいはい、どうも皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。